俳優の広瀬アリスが主演、何わ男子、道枝、優が共演する、t b s 系歌謡ドラマ、マイセカンド、青春、毎週歌謡あと10時の、第6話、21日に、主人公、白、スケコ、広瀬の憧れの人で建築界の世界的巨、辛坊誠を演じる、石丸幹事の出演が決定し、本作は、厄介な問題を抱えた30歳の主人公、 謎の大学生の一言をきっかけに学び直しを意して大学生となり、令和の大学生たちにも見れながら、恋に、勉強に、夢に奮闘するセカンド、青春ラブコメディー。脚本は、東京ラブ、トーリー、2020、や、ゆるキャン、ドラマ版、シリーズ、字、車屋さんの高橋くんなどを手掛ける北川、腰が務め、 主人公が、がむしゃらに突き進む。生の第二章の幕開けを、笑いあり、涙あり、胸き、うありのオリジナルストーリーで描く。石丸、演じるのは、巨匠として、世界で活躍する有名、畜家、神保誠、神コ誠。主人公、鞘、は、第一話で、神コ誠の建築が好きと語っており、矢には、神保の名が入った本を置くほどの心、ぶりだ。 一方の卓、道江俊雄は、辛母のことを、よ、一嫌いと言い放っていた。その真帆がついに、六話から登場する。辛母と偶然で会った助屋子、大感激。辛母の一言で、自分の将来に関しての、道を見出しを喜びするが、それがきっかけで、と思わぬ事態に発展してしまうのだった。ど、やらたくと辛母の間には助屋子も知らないもと、があるようで。 第六話のあらすじさ、ヤコ、ヒロセア、スと、タク、道江俊優が人用を明かしたところを、リン、イーヌマアイに見つかってしまい、サグラダファ、リケのルールを破った二人は、今後について話し、愛が必要になった。スケヤコは、好きとは言わ、だが、付き合おうとは言われていないことが、かかっていた。一方のタクも、以前、大人は空気、付き合い始めると、スケヤコに言われたことを、理解していて、 その夜、あまりにもそっけない、の態度から、スケヤコは、自分が避けられている、感じてしまう。肝心の課題にも身が入らない。ヤコはこのままではやばいと、キーナ、イハラロク、に、タクのことを相談する。すると、キーナは、スケわる、のスマホからタクにメッセージを勝手に送、しまう。翌日、スケヤコとタクは改めてお互いの席、について話し合うが、 タクから衝撃のセリフがびだし、さらにとある人物との出会いをめぐ、二人の間に亀裂が入ってしまう。